ここで神取忍対デビル正美の試合ルールについて説明しよう。リングアウト、フェンスアウトによる決着はなし。顔面への攻撃も認められる。お互いセコンドはつけず、他の選手がフェンス内に入ることは禁じられる。レフェリーは山本小鉄氏。60分一本勝負の完全決着試合だ。決戦の時を迎えた。
Thank you.
Thank you.